人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。今日こちらアメリカは5月8日、今から半年後11月8日にいよいよアメリカの連邦議会中間選挙が行われます。上院議員、これは任期6年ですけども、100名のうちの3分の1にあたる35名、そして下院は任期が2年なので全議員435議席、これが変わるわけですね。2020年の大統領選挙および上院下院の選挙の時にはかろうじて民主党が大統領にもなり、そして上院は50対50で副大統領が1票を持っているので、かろうじて過半数、そして下院もかろうじて過半数ということで、一応ですね、トリプルブルーを達成することができました。今日のサムネイルに書いてありますけども、そんな中バイデン大統領の人気がすごい下がっています。これはアメリカの政治サイトリアルクリアポリティクスの調査結果をまとめたグラフなんですけども、1月21日バイデン政権が発足した直後というのがバイデンの支持率 56% あったんですね。これがアフガニスタンの無様な撤退、それによるアメリカの国内外からの批判、これを受けて2021年の8月からバイデンの支持率と不支持率、これが逆転し始めました。そしてバイデンの支持率はどんどん下がっていってですね、今回のロシアのウクライナ侵攻を受けてバイデンはこれで支持率を上げようという気で仕掛けたわけですけども、あまりうまくいかずにですね、とうとう支持率は4割ちょっととなってしまいました。もっとも、このロシアとウクライナを受けて、インフレが加速してるんですね。もうこれ歴史的なインフレになっています。今年3月の消費者物価指数 CPI は前の年の同月比で上昇率が 8.5% ということで、約40年ぶりの水準を記録してしまいました。資源高によるガソリン価格高騰、これが大きいんですけども、もう一般の、市民大打撃ですね。これのためにこの低支持率がどんどん追い打ちをかけられているという状況です。ワシントンポストと、ABC、これが4月の24日から28日に実施した世論調査によると、インフレ対策へのこの支持というのが 28%、これに対して不支持率、これが 68% でした。現在のインフレ数字に対して 44% の人が怒りを感じているとして、 50% の人が懸念しているということなんですね。この保守派とリベラル派、これが対立しているわけですけども、この間もですね、女性の人工妊娠中絶、これ一つの大きな論点になるわけですけど、最高裁がその草案をね、こうどっかから漏れてしまったということで、これは間違いなくですね、民主党が自分たちの支持率を上げるため、女性の支持率、リベラル派の支持率を上げるために、仕組んだことなんですけども、そんな姑息なことをやっています。
まあ、アメリカでこの中絶というのは、まあ、伝統的に、それを認めていない、まあ、キリスト系の、まあ、保守派、それが、まあ、重要な支持団体となっている共和党、まあ、それに対して、まあ、民主党は女性の選択の権利を、まあ、重視しているということで、まあ、この是非というのはアメリカの世論を二分しています。何度か申し上げているように、まあ、トランプのおかげで今の最高裁判事というのが、まあ、トランプが3人保守系を、まあ、任命したことによって保守系の判事が6名、リベラル派が3名となっています。まあ、ですからこういった中絶問題にしろ、例えば、まあ、銃の保持にしろ、まあ、そういった保守系が、まあ、こう願う、まあ、好むですねトピックに関しては、まあ、最高裁では保守系より、まあ、共和党よりの判決が下されると見られています。バイデンが2月に指名した、まあ、リベラル派のケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事、まあ、黒人の女性ですけどね、それの承認をめぐって、上院議員では共和党に、まあ、ロムニーはじめ3人の、造反が ありました。で、まあ、あの上院で可決されて、まあ、彼女が、判事になったわけですけども、まあ、この3人というのが、例の連邦議会の選挙事件、その時にトランプに対する弾劾裁判でも有罪判決を支持したんですね。それに対してトランプの報復が始まっています。そのうちの一人である、あのマコースキー上院議員、まあ、あの彼が今度、まあ、任期が切れて、まあ、改選になるんですけどね、アラスカ州出身の、まあ、議員です。その予備選挙に対してもトランプは刺客を送っています。まあ、そのようにトランプはどんどんですね、自分に反対する勢力というのを刺客を送ることによって破っています。まあ、今のところ、連戦連勝という状態です。トランプは今上院下院合わせるとですね、40人以上の候補者を支援しているんですね。まあこういう流れの中で何度も申し上げているように、不正選挙がなければ間違いなく共和党が圧勝するでしょう。まあ、民主党も、議会で過半数を取っていると言いながら、例えばバイデン政権の看板政策であるまあ、子育て支援を含む、まあ、大型歳出歳入法案、まあ、これが、まあ、造反者もいて通らないという状況が続いています。まあ、さらにこういった状況が悪化するということで、共和党ここはね、なんとか頑張ってほしいところです。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。